モモンガ動画でまったり通信第75回目ですが、今週もルマン24時間から今週末に行われるニュルブルクリンク24時間レースに平野さんが出張で行っているために、先週に引き続き今週も一人でまったり通信をお届けしていきたいと思います。タイトルがまったり通信なので、まったりとお届けするしますちょっとしっかりしてないですが、まったりなのですが気にしないでくださいもういいですかねはい、で早速いきたいと思います。まずはこちら、今週の新刊紹介です。はい、今週は2冊あります。まずはこちら、オートスポーツ2014、7月4日号です。はい、表紙は先週行われた世界三大レースの一つ、ルマン24時間レースの、これはあのポールポジションを獲得した中島和樹選手が乗り込むシーンが表紙となってます。そのルマン24時間レースのポールポジションの内容や、その他にも見事勝利したアウディの情報や、その他にも、世界で戦う日本人ということで、佐藤拓磨選手が第7戦デトロイトでポールポジションを獲得したんですよね。でそんな世界のレース、 F1 などなどなど、もちろん国内レースのスーパー GT オートポリス戦のちょこっとした内容や、その他にもたびたび乗っ取られる坂東正隆さんのこちらですね、ワークスには負けねえというコラムも、掲載されてますので、ぜひ、結構今回は世界のレースがいっぱい載っているので、ぜひ、皆様チェックしてください。こちらはいつ発売ですか？20日木曜日、金曜日20日金曜日発売です。コンビニ書店でお買い求めください。はい、続きましてはこちら、じゃん、ギャルズパラダイス2014でスクイーンデビュー編です。はい、毎年開幕した後にだいたいこのぐらいの時期に、発売されるギャルパラのレースクイーンデビュー編、今年注目の6人が表紙を飾っております。スーパー GT の女の子はもちろん、その他スーパー耐久や D1 グランプリ、あとはスーパーフォーミュラ、はい、に、参戦している女の子も掲載されているので、 GT だけじゃなくて、日本のモータースポーツレース界を彩るレースクイーンがこれ全部載ってる本ですはい、また今回表紙に選ばれた6人の女の子の、グラビアの画像、こんな感じでグラビアの画像や、今回、クリアファイルも特典として、ついてますので、これはぜひ皆さんの会社とかで使ってもらってるといいですね私が表紙した時もクリアファイルになってたんですけど、その時すごいお腹、体勢をちょっと間違えてっていうわけで、お腹が2段になってるんですね。だからそのお腹の部分にこうサインを、こうお腹の線を消すように書いたっていう、ちょっとあの興味、懐か、感情深い思い出がありますそれ以来なんですよね、クリアファイルになったの。多分2009年以来久しぶりにクリアファイルができましたので、こちらもぜひ、レースクイーン好きな方はもちろん、モータースポーツ好きな方も、カタログとしてですね、ぜひご覧いただきたいと思います。こちらは、こちらも6月20日金曜日発売です。コンビニ行ってますね、書店でお買い求めください。はい、続きましてはこちら、じゃん、最近の音楽近況とかもろもろ、はい、もう息が止まりそうなぐらい、今何を喋ってたのかちょっとわからないぐらい今週もテンパってて、もうほんと限界なので、今ドイツにいる平野さんに今週もちょっと更新してみたいと思います。と
うん、お疲れ様です。どうも。横平野さんが横向いてますね。縦向いてます。逆？あ、そうです。そう、これそれです。これでいいですか？ OK です。はい、ちょっとね、今、はい、メディアセンターに Wi-Fi を忘れて、はい、バッドでつなげないとなってます。あ、なるほど。音は OK ですね。あ、音 OK。 音 OK。 直した方がいいですか？ Wi-Fi 取りに変えた方がいいですかね？大丈夫のようです。あ、そう。ドイツのご飯は美味しいですか？ドイツね、うまいっす。一方も、はい、ステーキというのを食いまして。あ、なんか見ました、フェイスブックで。あ、分かったです。はい、羨ましいです。で、今ちょうど、はい、サーキットに着いて初ニュールブルクリンです。雰囲気はどうですか？なんか、うん、あれですね、すごい伝統がある感じ。ああ、岡山国際サーキットみたいな感じですか？違います。違います。何？岡山国際サーキットみたいな感じですか？そういうんじゃちょっと、なんかでもなんか森が、あ、ちょっと自然が豊かでっていうこうイメージ。またちょっと違うんです。自然豊かっていう意味ではスゴーとちょっと近いけど、あー、森がありますもんね。はい、うーん、すごい昔のことからいろいろ取り上げられて、はい、その歴史の跡があるというか、あー、こういうのがすごいいい感じです。へー、ルマンはどうでしたか？ルマン疲れましたね。いろいろありましたしね。すごい疲れました。寝不足じゃないですか？え、なかなかの寝不足で寝たなんて寝たんで、まさに途切れてますか？あ、なんか今ね、今途切れました。途切れました。あ、復活しました。はい、はい、昨日あまりに疲れたっつったんで、はい、ドイツに移動してからすっかり寝てました。あ、なるほど。今ちょっとね、初めて見た目、はい、つながってる。つながってます。はい、はい、今ちょっとパドックを初めて徘徊しております。はい、お天気あんま良くないですか？お天気、霧です。あー、霧なんですね。これ今、後ろに見えます。お、見えます。いや、トパトパ、はい、結構ね、いろいろそそられる車があるんですけど、うん、ちょっとね、何が何だかよくわからない。つきたてですもんね。はい、こちらは今ちょっと来てみました。はい。じゃあ、お、スバル。こんな感じ。なるほど。もう搬入作業大体もう終わってるんですね。そうね。うーん、俺もまだ着いたばっかりで本当にわけわかってない。なるほど。何？なんか、あ、大丈夫みたいですね。あ、そう、はい、もういいっすか？はい。じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、応援してます、日本から。やめてください。なんでですか？なんで見てます。あんまりいらないんです。あ、そうです。じゃあ、 無言で応援してます。はい、お疲れ様です。失礼します。はい、スッと来てたんで。あ、じゃあ、平さん切ってください。はい、じゃあ、お疲れ様です。あ、またね、今週も。はい、そんなこんなで、平野さんの現地レポートでした。今週はニュルブルクリンク24時間レースなので、私もツイッターでいっぱいつぶやくので、皆さんも一緒に盛り上げていきましょう。合ってます、日本語。はい、ということで皆さん、また来週お会いしましょう。